ケアをすると同じようにちょっと前にさせてもらったんですけど、自宅でケアをするにあたってよくあるんですよ。マツエクをつけたこの毛を持続させるためにこういうアイテムを使った方がいいよみたいな、こういう商材使った方がいいよっていうのは世の中にあるんですよ。自宅で例えばあれですよ、頭がですね、ハゲてるなっていう人はさ、育毛剤ってタタタタってやったりするじゃないですか。マツエクもそういうものがあるのかどうかっていう。あるんですね。ちなみにそれは売ってるんですね。それは何をどうするものなんですか。うちはボリュームラッシュなんであんまり勧めてないですけど、まつげ用のコーティング剤っていうのがあるんですね。塗っていただくと、お客さんが自分でできちゃうんですか。そうです、マスカラみたいな感じで。それはボリュームラッシュには合ってないですか。なるべくしない方が綺麗。